さあプレーがかかります。メッセンジャー立ち上がり第1球です。初球まっすぐストライク決まっています。低めいっぱい。皆さんもそういうふうに思ってはるでしょうが、今年は今のところはそうではないんですよね。144キロ高めに外れました。ワンボールツーストライク。146キロ打ってる印象はあるんですけどもね、はい、おっとスリー一つ見ました。連続フォアボール。さあメッセンジャー立ち上がりに初回は2つフォアボールを与えて、ロサリオがじりじりと前に出てくる。いいですけどもね。変化球から入っていきました。フォーク入りですかね。はい、まあ、スライダーですね。はい、外に欲しいんですけど低めに行きました。印象として残ってないですね。はい、一塁ランナー止まっています。なんか、ね、はい、今そらしたんですけども、十分セカンド行けるような脚力を持った田中が止まるのは何かあるのかなと思ってしまう、ね、ボールワンストライク。ちょっとイライラしてますかね、はい、ところは気になりますかね。これもちょっと高いです。高さ的にキャッチャーの、はい、ボールが集まっているというメッセンジャ ー、ここも丸に対して3ボールです。かなり、はい、イラついているようには見えますよね。判定のところでも外れました。フォアボール。初球カーブストライクです。このカーブが起点になって、どうだ、スイングしていない。フォアボール。押し出し。あ、大きな声を出してしメッセンジャーイラついています。あと退場のサインを今球審白井出したでしょうか。あ、マイクのところに向かいます。これも一塁ベンチから抗議に出ます金本監督。今球審白井が退場のジェスチャーをしたように見えました。説明があります。球審の白井です。メッセンジャー投手を暴言で退場といたします。メッセンジャー退場です。湯船さん、ちょっとこれは想定外のと言いますか、想定外ですね、予想していない展開になりました、はい、メッセンジャー退場。松山に押し出しのフォアボールを与えて、まあ、際どいコースだっただけに感情が爆発してしまったんでしょうか。まあ、本人の中ではね、はい、それが溜まっていってましたよね、その態度っていうんですかね、イライラ度が増していったのはちょっと見て取れましたからね、はい、コースも際どいですし、このスイングしたしていないという判定についても、このメッセンジャーの口ぶりなんか見ても相当溜まっていた部分があったとは思うんですが、ツーアウト満塁から松山にフォアボール、押し出しになってこれで3対1、カープのリード2点に広がって、
メッセンジャー退場ということになりました。ピッチャー交代が告げられて石崎がこの回のマウンドに向かいます。まあ、でも思わぬ展開になりましたね、はい、石崎も、ね、この間の押し出しのことがありましたからね、はい、ここでしっかり抑えることによって払拭できればいいなっていうのはありますね。石崎は4月8日日曜日のドラゴン戦2番手で登板したんですが、3分の1回を投げまして、その時は大野翔太に頭へのデッドボールを与えてしまいました。それ以来の今日のマウンドということになります。こうして今マウンドで球審白井と高田ピッチングコーチが話をしていますが、高田コーチもちょっとこう珍しく強い口調になっています。いや、まあ、どうでしょうかね。